茶は茶どころ、茶は縁どころよ。茶の方だよ、味馬の里によ、今日も聞こえる茶もみ歌よ、あ茶もみ歌よ。
皆さんこんばんは。こちら、この画面の向こうで楽しんでいただけるでしょうか。今日は福井音楽ライブということで、皆さんにしばらくの間音楽を楽しんでいただきたいと思っています。私たちは遊び奉仕というユニットなんですけれども、今日は、キーボードの田崎英二、そして、ボーカル私音痴美香の二人でお届けしたいと思っています。まず一曲目、私のデビュー曲でもある、越前市に伝わります安島の茶もみ歌という歌を聴いていただきました。そして続いてもう一曲は、めでたい歌なんですけれどもね、俵を積んでいくという東北に伝わる俵積み歌というのを遊び奉仕というこのユニットならではのアレンジでお届けいたしました。さて、今日は田崎英二も一緒なので普段全然喋ってくれないんですけれども、今日はねマイクもあるので一言どうぞ。喋りますか。喋ってください。喋りますか。たまには喋りましょう。さようでございますか。そうですね。はい。ニコニコ生放送、福井音楽ライブ、ご覧の皆様、こんばんは。遊び奉仕キーボード担当しております田崎と申します。そうですね、今年に入って大変な事態になりまして、新型コロナですね、あっという間にもうパンデミックですか、世界が、まあ、大混乱に陥るような事態になってしまって、世界が一変しました。はい。そうですね。はい。はい。まあね、そんなこと言っててもしょうがないから。今日はこの、ね、音楽を通して皆さんに元気と、ね、それから楽しい時間をお届けするということなので、うん、あんまりそんなしっぽりと喋らないで、ね、ください。わかりました。長くなるんで喋りやすい。そうですね。普段喋らないので、はい、今日はたくさん喋ろうという感じでしょうかね。あ。はい、さあ、はい、それではね、もう続けて曲いきましょうよ。いきますか、サクッと、はい、サクサクと。そうですね、いきましょう。今度は、私たちが住んでいるこの福井県の伝統工芸品たくさんあるんですけれども、なんといっても1000年以上、もっとですね、千何百年という歴史を重ねている越前和紙、うん、この和紙を作るときにさまざまな工程の中で歌われてきた越前紙すき歌という歌、そしてもう一曲は、若狭町に伝わります梅運び歌。福井県は福井梅というですね、特産品梅の栽培が若狭町三方五湖という湖の周辺でたくさん行われております。その梅を売りに行くとき、そして売ってたくさんお金を稼いで帰ってきたときに船の中で歌われた歌と言われています。梅運び歌、この2曲を続けてお聴きいただきたいと思います。ここで生まれ
ありがとうございました。越前神すき歌、そして梅運び歌2曲お届けをいたしました。あ、そうだ、忘れてた、すいません、今から歌います。それでは梅運び歌お聴きください。ごめんなさい。はい、それでは気を取り直して梅運び歌歌います。方ごよよよい、小舟で行けば、はどしたいどしたい、はうめの香りでろと、私にしたのよよよい、青梅育ち、はどしたいどしたい、はしそとなれよて色づいた、2曲続けてお届けいたしました。間違えましたね、やっぱ緊張 してるのかな、こんなこと、まあ、たまにありますよね、たまに珍しくないでもなんかあのたくさんコメントもいただいてたりとか、さっきあの民謡もいいねっていうコメントも、はい、いただいてましたね。なんかもっとねたくさんコメントぜひぜひお届けね、かけていただきたいですよね。はい、さあそれでは、なんかだんだんとこうもう本当もう明日から6月ですもん ね、 ね、もはい、で6月だんだんこう暖かくなって、暖かくどころじゃないですね、暑くなってくるんですけれども、福井県では明日から子どもたちがやっと学校に行けて本当に楽しくなっていきます。そしてそんな子どもたちにぜひねこんな歌もお届けしてみたいと思います。夏の歌メドレーということで、童謡唱歌5つメドレーでお聴きいただこうと思います。続きの今日この頃、心の
国海の歌のメドレーということで、5曲皆さんお分かりになられましたかね。ね、分かっていただいて、もしもね画面の向こうで一緒に歌っていただけたら本当に嬉しいなと思います。こうやってねいろんな歌をこうして歌わせていただいてて、皆さんにも元気とかそれから楽しいないいなって思っていただけると本当に私たち幸せです。さあそれでは続けてもう一曲、今度はまあ夏っていうよりもこれからどんどん暑くなってくると、あ行きたいなとかね、やっぱり夏は沖縄でしょうっていう急に合いの手が入りましたけど沖縄ですね沖縄何度か、まあ、私も行かせていただきまして あれなんですけども、まあ、なんといってもお日様の下にいるとすごく暑いので、沖縄はなんかお日様の距離がすごく近いようなそんな気がいたしておりますけども、皆さんはいかがですか。沖縄ね本当に暑いです。私実は一度も海入ったことないです。沖縄行ってないんです。言われましたよ、うちなあの人に、内地の人は太陽に向かって歩くんだって、で俺らうちなんちゅうは太陽を背にして歩くんやって、やっては言いませんよ言わないけれど、そういうふうに言ってました。だからもう太陽に向かって歩いてたら、あれは本土の人だよっていうふうに言うそうです。さあそれではそんな沖縄の曲から一曲なんですけれども、赤田スンドゥンチという曲を皆さんにお届けしたいと思います。これいろんな子供番組でも歌われているので、もしかしたらねご存知の方いらっしゃるかもしれません。手遊びが
間に入ってくるので、そこだけちょっと皆さんご一緒にちょっとやってみませんか。歌の後半の方でシーヤープシーヤープミーミンメミーミンメ、そしてヒージンとヒージンとイーユヌミイーユヌミという言葉が何回か繰り返されます。その中で、シーヤープはほっぺた、人差し指でほっぺたをこういうふうに触ってください。シーヤープシーヤープ、そして続いてミーミンメはもう耳と耳と目をこう隠しますね。続いてヒージンとは肘をこう触ってください。そして最後イーユヌミは、まあ、射抜くっていう意味なんだと思うんですけれども、手のひらで指さしてこう射抜いてるような感じでイーユヌミイーユヌミというふうにやってみてください。できるかな。やってた今ずっとやってた人がいましたあのピアノ弾いてるんで本人は今度はできないので、皆さんは今の覚えていただいて一緒に赤田スンドゥンチ手遊びも交えてお届けしたいと思います。Thank you.
スンドゥンチでした。さあ赤田スンドゥンチまで来ましたね。だいたいこれ半分ぐらい。そっか、なんか時間経つのが早いね。本当になんかたくさん沖縄とか今コメントが流れてますけど、すごい面白い。うん、あ、そうなんですか。たまに見てください、よかったら。はい、さあそれでは今度はですね、私たちこの遊び奉仕っていうグループ実は5人、正式にメンバーは5人、そして時々1人増えたり2人増えたりするんですけれども、コンテンポラリー音楽ユニットということでね活動してるんですが、今日はまあ2人ということなんですけれども、この2人で初めて作った曲、オリジナルのね曲があります。作詞、まあ、私がちょっと書いてみまして、で素晴らしい楽曲をこの田崎英二が、はい、曲をつけてくれまして、まあ、町のことをこう歌った、自分の住んでいる町のことをこう思い浮かべながら作った曲で、まあ、ちょっととあるねコンクールに出したことがあるんですけれども、まあこれからは福井のためにずっとね歌っていきたいなというふうに思っている曲、タイトルがこの町のこと、まあ、そのまんまなんですけれどまんまこの町のことという曲、皆さんにぜひお聞きいただきたいと思います。私が知っているこの町のこと、歴史それは古びてない、今に息づき未来に生きる、心地よくって楽しく、そして優しく歩いてごらん、触れてごらん、さあ探し出そう、夢があふれてる、ここはこんなにも素敵。伝統
は美しい。この町のことでした。はい、でした。でした。まあ、この町のこと、福井のこと、それから自分が住んでいる町のこと、いろんなね、町のことを思いながら、この歌聴いていただけたらよかったなと思っています。まあ、今回このね、本当先ほど田崎も言っておりましたけれども、コロナで皆さん不便な思いとか心配な思いたくさんされて、本当に、暮らしにくいなって思われた方たくさんいると思います。それはもうもちろん子どもたち、それから大人もそうなんですけれども、子どもたちは入学式や卒業式が、ね、縮小されちゃって、本当になかなか思うような卒業式や入学式ができなかった子どもたちたくさんいます。そしてそんな子どもたちに、実はこんな歌聞いてもらえたらいいなっていうことで、知り合いのお母さんたちが選んでくれて、私が歌わせていただいた曲があります。そしてこれはもうね、もちろん皆さんご存知の曲だと思います。竹内まりやさんが、作詞をして、なんていうんですか、ドラマの曲として有名になった曲なんですね。まあ、ここまでお話しすると、ああ分かったっていう方ももしかしたらいるのかなという気もしますけれども、命の歌お届けをしたいと思います。それでは命の歌聴いてください。
かは誰でもこの星にさよならをする時が来るけれど命は継がれてゆく育ててもらえたこと出会ったこと笑ったことそのすべてにありがとうこの命にありがとうありがとうございました。なんかいい歌だね。あの歌いながらこうジーンと本当しました。なんか今回本当コロナのねあのいろんなこう不便な中でもう一つこう見つめ直すことがきっとたくさんたくさん皆さんも終わりだったと思います。お家にいていろんなことをやったりとか、それからいろんな発見をしたりとかしてると思うんですけど、田崎さんなんかありました？そんな。何やってたの？このずっとお休みの間。いやもうずっと引きこもってましたよ。引きこ明るい引きこもりを。違う引きこもりはやらなきゃいけなかったので、そう今回、ね、明るい引きこもりしてましたよ。やっと少しずつ動けるようになってきて、そうですね、うん、私たちもこうしてあの歌を聴いていただける機会がねちょっと減ってしまったので、ね、これからまたいろんなところで演奏する機会をたくさん見つけて皆さんに元気を、うん持ってもらえたらなって思いますね。元気になってほしいですね。もう皆さんね。元気？元気ですよ。え、なんで？なんで？なんか今日珍しくしみじみ喋る。この方楽屋だとすごいですから、もう面白いことたくさん言ってね。でもバンされるからやめて。はい、まあそんなこんなでなんだかんだ言っててね最後の一曲になってしまいました。この曲も私たちこの遊び奉仕オリジナルでアレンジをしている民謡になります。あ、ちなみにそうそう私民謡歌手でした。今頃言ってますけど、はい、そんなわけであの民謡をたくさんアレンジして私たち遊び奉仕では歌っています。そして先ほど聞いていただいたような童謡唱歌だったり今聞いていただいたようなポップスだったりも歌っているんですけれども、今日は最後にね私たちこの遊び奉仕の代名詞っていう風に言っていただいてる曲で皆さんとお別れをしたいと思います。最後は皆さん多分よくご存知民謡大好きな方、それから民謡ちょっと聞いたことないなという方でもこのフレーズ聞いたことある方もたくさんいらっしゃると思います。斎太郎節を最後にお届けしたいと思います。アンコールってなんか流れた今でも最後なんですよ皆さん、最後ねこの1曲で楽しんでいただきたいと思います。それでは改めまして斎太郎節お聴きください。松島のさよずいがんじほどの寺もないとえあれはええとそりゃ大量だ
楽しくね、私たちも演奏することができました。演奏久しぶり本当ですね。もっとたくさんね聞いていただきたいと思います。さあ、なんかここで皆さんに元気なメッセージというか、私たちのメッセージをお届けするということなんですけれども、もうちょっとこっちに、はい、私たち2人で考えました。絶対乗り越えられる、頑張ろうって感じなので、皆さんも、はい、どうもありがとうございます。まあ、いや、あの本当に、あのなんていうんですか、まだまだね頑張れると思うので、もうちょっと頑張ってなんとかこのコロナ乗り越えたいと思います。皆さんも一緒に頑張って乗り越えましょう。それではまた会いましょう。さよなら。